心に火を灯す言葉8月6日こんにちは飛びたジョーです今日の心に火を灯す言葉はこちらですできると思えばできるしできないと思えばできないどちらにしても本人次第だできると思えばできるしできないと思えばできないどちらにしても本人次第だこれはアメリカ合衆国出身の起業家で 自動車会社フォードモーターの創設者であるヘンリー・フォードの言葉です。フォードは自動車を発明したわけではありませんが、アメリカの多くの中流の人々が購入できる初の自動車を開発・生産しました。カール・ベンツが自動車の生みの親であるとするならば、自動車の育ての親はヘンリー・フォードであると言えるでしょう。T 型フォードは世界で累計1500万台以上も生産され、 産業と交通に革命をもたたらしましまこの言葉は文字通りできると思えば物事は達成可能だしできないと思えば達成不可能になるといったものですできると思えばできるしできないと思えばできないどちらにしても本人次第だ人間には無限の可能性が秘められています陸を早く走りたいと思って車ができ海の上を早く移動したいと思って船ができ 空を飛びたいと思って飛行機ができました。いずれも人間がこうしたいと思いこうすればそれができると信じて取り組んだからこそ車や船や飛行機ができたのです。自分が考えてできると思ったものは必ずできるができないと思ったらそこで終わりで実現は不可能だと彼は言いたかったのでしょう。あなたも人間ならあなたにも無限の可能性が秘められています。何事も まずは、できると考えて行動を始めていきましょう。やり方はその後で考えればよいのですから。